ここはどこだ？真っ暗だ。どこだここは。おい、誰か、誰かいないのか。やっと目覚めたよ。誰？お前は昨日重大な罪を犯して今そこに縛り付けられている。重大な罪？なんだ俺が一体何をしたってんだ。お前の罪は猫の写真をツイッターに上げすぎ罪だよ。人間はその長い人生において必ず罪を犯す。いつの間にか、または故意に、人に言えないもの、大小様々だ。それはこの超人気声優花江夏樹とて例外ではない。この男が今回犯した罪はツイッターに猫の写真上げすぎ罪。この罪は7つの大罪でいう怠慢、そして怠惰に該当する罪である。ある男の証言から猫の写真あげる方が俺の写真アップするよりリツイートされるんすよなどと言っていたと報告があった。気がつけば彼は何の罪もない猫コンペを自分の自己顕示欲を満たすために使い続ける悪魔となったのだ。この罪は今夜償ってもらう。何？そんなものが罪に問われるはずない。俺は良かれと思ってツイッターに毎日猫の写真を上げているだけで。何を悪いツイッターなのに猫写真ばっかかんだよ。なんて言ったんだ。なぜお前のツイッターなのに猫の写真ばっかり上がるんだって言ってるんだ。猫が可愛いからに決まってるだろ。バカ野郎、お前のツイッターなんだからお前の写真を望んでるファンが多いはずだぞ。そんなわけねえ。そんなわけねえことね。そんなわけねえ。いいんだそんなことは。どうでももう。なんだこの目の前にあるこの画面は。お前はあるミッションをクリアするまで出ることができない。何？序盤の急に巣に戻るのやめてくれよ。最初から結構進んだあたりに地下に降りなきゃいけない場所があるんだけど、そこを突破して地上に登るとこまでがミッションだ。なるほど、地下室に降りるまでか。いや、地下室に降りて降りたら終わりだな。とこまで。いや違う、バカ、おい。ちげえよ、上登ったらなって言って。降りて、そこが大事だ。降りて上登ったらクリアだな。あまりにも怖すぎてやめたゲームだと聞いてるから。開始5分ぐらいでもう無理だと諦めたこのホラーゲーム、また挑む時が来るとはな。見るのは好きなんですけどね。やりますか。いやまあでもあんまり怖くなくなってると思う。大人になってるから俺も精神的に。そんなんだ、いつやったんだよ。2、3年前かな。変わってるわけないでしょ。変わってるわけないでしょ。おっしゃクリアするぞ、スタート。はい。え、難易度はまあノーマル。ノーマルでいいですか。さすがにいきなりハードとか、ね、そうよね。さすがにです。ノーマル、うん、アウトラストには暴力、殺人、性的な描写や乱暴な言葉が含まれています。本当にお楽しみください。これダメですよこれ。いやまあでもこれまあまあまあ最悪、まあ動画見てる人もびっくりしちゃうから。いやまあ最悪あれは隠しますね。あなたは事件記者のマイルスアップシャーとしてこの世の地獄を徹底的に体験するという野心を抱いています。他のジャーナリストがあえて調査しない事件もリスクを冒して常に食いつき、マウントマッシブ精神病院の心臓部にある闇に包まれた秘密を暴こうとしています。そう、できる限り生き延びてあらゆることを記録しましょう。あなたは兵士ではありません。恐ろしいマウントマッシブを進み、真実を暴くにはただ走って隠れるだけです。そう、さもないと死。あれを怖っ。ちゃちゃ、画面ちゃちゃ、画面ピッピッピッって切り替わるから。映像がね、いきますよ。このゲームね、攻撃ができないっていうね、やっぱりね。あ、そうなんだ。そうなんですね。いやもう音が怖いよこれ。うおー、ドライブナウ。ちなみに俺めちゃくちゃ意識高いから、はい、今自分の部屋真っ暗にしてから、うん、いやマジマジマジっす。まあ、せっかくねホラーゲームやるっていうので、やっぱ臨場感って一番ゲームやる上で大切だから。あ、ここマウントマッシブ病院ですね。
マウントマッシンブ病院ですね。マウントマッシンブ精神病院、ね、怖くて口回らなくなっちゃった。ちょっとそこら辺はね、まあまあ、感じて。よくこんなとこ一人で入ろうとするよな。まあまあ、まあ、ゴシップね、求めたね。はい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 。おファイル、おう、件名情報、マーコフ精神病システムでの違法行為。そう。はぁ、まあ要するにこうメールみたいのが来て大変なことが起こってるところの精神病院だね。なんで何とかしてくれと。なるほど。ここの、うん、まあその真実をね、そうそう、その真実は暴いてくれっていうふうに連絡を受けてきたわけですね。やってやりましょう。あ、もう入ってきたわ。入ってきた。うん。俺の名前はマウントマッシブ。違うってそれは。ビデオカメラで、いやもうやばいってズームすんなよ。これで、うわあ、暗視モードね。そう、このねビデオカメラで、そう、暗いところはナイトスコープモードみたいので行かなきゃいけないんだけど、まあそれを使うとそのカメラの電池がどんどん減ってくっていうね。メモや拾ったドキュメントが収録されている記者ノートに目標がアップデートされます。でもまあ正面から入れないんだね。待って、何これでさ、うん、開けてバーンとかないよね。うわー、いやいや、まだ中じゃないから、ね、ドアを素早く開けるにはマウス左ボタンを押します。おおおお、いやー男はもう音もうなよなよしくなっちゃってる、怖すぎて。いやもうこのなんか飛んでるさあれすら怖い。コウモリだか鳥だかみたいな、うん、ゴミだか知らないけど、すごい。走るには左のシフトキーを押し続けます。あ、これ割とリアル寄りな挙動なんだね。確かに正面から入れるのかね。開かなさそうですね。開かない、開かないっぽいですね。あ、ここでしょ完全にここよ。あー、ぽい、ぽい、入ってくださいと言わんばかりの、入ります。おマジ。まだね、まだここじゃない。ゲームのセオリーを。あ、これ登れます。いいっすよ。これ誰かいるっていうことですもんね、この。いや、まあさすがにね。隙間を飛び越えるのは前進しながらスペース。はい、あ、いいじゃないですか。飛び越えるのもジャンプもスペース。この辺はね、この辺はね、もういろんなゲームでね、お手のものですよね。確かにね、ここは大体まあチュートリアル的な感じでね。まあそうね、操作方法を学んでいくみたいな。はい、あ、入りました。いや、おい、入って、ちゃんと入れよ、おい。やめんなよ。やめんなよ。明るいの嫌だなって言ってたじゃん。いや、待って、暗すぎでしょ。いや、もうそれはもうカメラ使ったらいいじゃないですか。ちょっと待って、暗視モードどうやんの ?F。うわぁ、無理だってこれ、進めない進めない。いや、なんか電池それつけてたら電池なくなってからね、どんどん。やばいよこれマジで。怖すぎだろ。あ、ここはアイドルっぽいですね。あ、電気ついてるじゃないですか、ここは。あ、ついてる。あ、ここ病室ね。そうそう、精神病院なんでね。それでも暗いね。おい、テレビ待ってただろう、完全に。待ち受けてますね。待ち受けてたっしょ。待ち受けてたよね、これね。はい、215号室を通りまして、あれ、ここ通れるのかな。いい、無理やり抜ける。はい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 、隙間もね、こういう隙間も通れる。はい、こういうのも通れると、うん、いやー、あのさー、パソコンでね、これやっぱ真実を。あ、バッテリー、これ大事だからね。もうなんか FPS ゲームでいうところのもう弾みたいなもん、ね、弾みたいなね、リロード。そう、まあ、もうこんな、もうこんな事件の香りすごいですね。めちゃくちゃ事件の香りするね。血がすごい落ちてるからな。ちょっと待ってください、見てくださいよ。やばいですよこれ。もうしかも足跡がね、足跡ってます。ああ、ドアを閉められただけでね。くれよ、ね、いや今の、今閉められた。いや、閉まったんじゃないですか。トイレじゃん。まあでもトイレ見た方がいいんじゃない。
あら、開かない。開かないの？誰か入ってるのかしら。あー、コーラか。ここ入るんすか？入るしかない、入るしかない。うわ、もう血が滴ってますからね。いないよね。次回図書館で待ち受ける恐怖とは。